フランク・ミラーの手巻時計、トノーカーベックス、REF7501S6 です。クラシックなデザインと機能性を兼ね備えた、同社の代表的コレクション。様々なデザインで展開される、圧倒的な存在感と機能美を楽しめる人気シリーズです。本品は、カリブ海域における最大の都市名を冠したハバナモデル。文字盤は、マットなベージュとシルバーのツートンカラー。くさび型、夜光ポインター、3、9、12インデックスと、優美なローサンジュバリの組み合わせ。6時1にスモールセコンドがレイアウト。ハバナの情景を感じる2色のコントラストが美しい風貌デザインです。SS ケースは、ライン美に優れた流線形フォルム。裏蓋はネジ止め仕様。時の芸術家を自ら名乗る、マスター・オブ・コンプリケーションズが刻まれています。バンドは、モレラート製のレザーストラップを装着しています。トノーを選ぶなら、外せないフランク・ミラーの一品です。コンディション。ダイヤル、文字盤。軽い汚れが認められます。特に、目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスに、錆や汚れなども出ていません。ケース、裏蓋。シレ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。後書きの刻印が確認できます。凹みなどもありません。風貌。特に、目につく傷やスクラッチはありません。装着しての日常視認性も十分に確保されています。ベルト。社外製です。使用感がありますが、すぐに装着可能です。操作方法。ニューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。付属品、時計店、修理明細、2022年 OH 実施です。日差は、24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は、多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅16ミリ。ケース径は約29ミリ、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約38ミリ、厚さ約7ミリ、風防含むです。時計の外観コンディションや精度など詳細は、概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。